鎌倉幕府を滅ぼした新田義貞。鎌倉に攻め込む際の、稲村ヶ崎のエピソードは有名ですよね。では実際、新田義貞はどのような人物だったのでしょうか。今回は、新田義貞は無能だった?というテーマで、義貞を中心に当時の情勢などについて語り合うスレをご紹介します。新田義貞、大野春長レベル。ウィキペディアによると、新田義貞は、鎌倉時代後期から南北朝時代にかけての御家人武将。正式な名は源義貞。河内源氏義国有新田氏本宗家の八代目当領。父は新田と申し、母は不詳。官位は尚氏の家、左近への中将。明治15年8月7日増上一位。鎌倉末期から南北朝の混乱の時代にあって、足利氏と並び、武家を統率する力のある家系であった新田家の当主で、足利尊氏の対抗馬であり、公敵主でもあった。ただし、鎌倉時代後期の新田家は、足利家に対して従属関係にあり、延元の乱以前の義貞は、尊氏の指揮下の一武将であったとする研究もある。また、軍記物語太平記においては、前半の主人公の一人とも言える存在である。鎌倉幕府を攻撃して滅亡に追い込み、後醍醐天皇による建武の新政樹立の立役者の一人となった。しかし、建武の新政樹立後、同じく倒幕の貢献者の一人である足利尊氏と対立し、尊氏が建武政権に反旗を翻すと、後醍醐天皇により、事実上の官軍総大将に任命されてこれに対抗した。これにより各地で転戦したものの、箱根や湊川での合戦で敗北し、後に後醍醐天皇の息子の常吉親王、高吉親王を奉じて北陸に赴き、越前の国を拠点として活動するが、最後は越前富士島で戦死、東国の越後家人から始まり、鎌倉幕府を滅ぼして中央へと進出し、その功績から来る重圧に耐えながらも、南朝の総大将として、忠節を尽くし続けた生涯だった。鎌倉幕府に留めさせたからセーフ。北畠顕家、俺のおかげだろ。足利義明は、俺なの。楠木正成を戦死させた戦犯。煮沸うんこ投げつけおじさんにガチ切れされる。しゃあない。所詮言ったにゃあ兵隊集まらんのや。やっぱし足利家がナンバーワン。分配柄だけ20万集めたからめいたやろ。足利のお墨付きって分かって、次から次に新田の元に押し寄せたんやで。やっぱり新田は足利の手下扱いなんやね。わかりやすく言えば、通病に関わる問題やからな。戦いが終わった後で恩賞にやりつけるかどうかが、そこらの武士にとって焦点なわけで、貧乏御家人の新田のハンコでは、保証にならへん。武士も恩賞しないで、平気で手のひら返すのが今価値観持ってたって知った時は、驚愕したんごねえ。武士道なんてなかったんや。武士道なんてもんが形成され始めるのは、武士の実践経験なくなってからなんだよな。そもそもは鎌倉幕府が恩賞をくれへんわ。税金取り立てるわね。全国不満だらけになった結果なんやからそらそうよ。道義は交通費も食費も自腹やからな。単純に考えて、一人の武将が10人の家来を連れて行った場合は、11人分の滞在費用かける日数分を、自分の財布で負担させられるんやで。そら恩賞もらえんかったら切れるわ。江戸になってから武士道できたってのは、100% の正解じゃないやろ。指導はあったと思うわ。いわゆる武士道的な生き方をした人間は、江戸以前にも確かにおったけど、武士道っていう一つの思想にまとめられたのは、江戸なんじゃないか?モラルから思想にまとまったんかね。だって平和な世の中向きやん。武士道なんてのは、土地柄の世が盤石になって、下克上を防ぐ意味合いで、設定されてきたものじゃないの?戦国の世は、堂々高虎みたいなのもいただけで、それが問題視されるなら、大名にまでのし上がってないだろうし。鎌倉落としたのにこの扱い。新田が落としても、足利が落とした扱いされるのは当たり前。稲村ヶ崎の伝説とか、かっこいいのもあるのに、ウィキペディアだと、鎌倉時代末期の元寇3年5月に、神津家の国新田将を本拠とする新田義貞が挙兵し、分配河原の戦いと関戸の戦いで、北条氏の軍に勝利して鎌倉に迫った。5月18日、新田軍は極楽菊池より攻撃を加え、21日には義貞自ら稲村ヶ崎の海岸を渡ろうとしたが、当時の波打ち際は切り立った崖となっており、石が高く、道が狭小なため、軍勢が稲村ヶ崎を越えられなかった。そこで、義貞が潮が引くのを念じて剣を投じると、その後潮が引いて干潟となったので、岬の南から鎌倉に攻め入ったという伝説が、太平記に記されている。ただし、近年において天文計算により、稲村ヶ崎の潮が引いたのは、
18日のことであったことが明らかになり、太平記の日付には誤りがあると考えられている。いかにもそれらしい話に仕立てられてるけど、潮の満ち引きなんて毎日やっとるからな。日本史上屈指の英雄になれるはずが、この結果。新田と楠木の区別がついてない。うんこかけるのが楠木。うんこが新田。新田は源氏、楠木は悪党。ご先祖、頼朝と平家を天秤にかけて、どっちつかずにした結果没落。真ん中、業務放棄、無難出家で改易。吉原、ご内後に味方した結果滅亡。一族揃って奥でもない。楠木のアホが、無駄に対面滑覆自殺とかするせいで悪者扱いされる。自称新田氏の子孫の徳川家康が、天下取ったからセーフ。なお本家は、家系図の提出求められて拒否するもんだから、落ちぶれる模様。松平親氏とかいう、どう見ても西洋人の自称新田氏末裔。北畠顕家や楠木正秀の方が好き。群馬の英雄やぞ。群馬、今は沼田の英雄は真田さんやぞ。文化すとクソ忘れんなよ。無縁の高崎前橋すらもクソを投げ捨てて、真田一色になるという手のひら返しぶり。前橋はまだしも、高崎なんてクソにこびる道理はないから、残念でもないし当然。足利家、鎌倉幕府筆頭御家人。阿波と三河光助の守護。他に荘園120箇所。新田家、光助の貧乏御家人。越後20箇所の荘園のみ。価格が違うんだよ、価格が。こんなの勝負になんないよ。これらすべての領地を、ほとんど東大で手に入れた名君にあやかって、同盟を名乗った結果、名刀を辻斬り強盗される人として、さらに名を馳せた無能がいるらしい。古学坊。足利義氏は、戦国時代の人物で、第五代古学坊。同盟の足利義氏から数えて、14代目の子孫にあたる。父は第四代古学坊の足利春氏、母は北条氏綱の娘の方春院。正室は北条氏康の娘の上皇院殿。異母兄弟に足利富士氏や足利富士政がいる。天文10年1月15日、足利春氏の次男として小田原城で生まれる。幼名は梅地陽生まる。父が北条氏康と川越城の戦いで、敵として戦って敗れて幽閉されると、北条氏からの強い意向で古学坊となったが、天文24年11月の元服は、古賀御所ではなく、北条氏の一子城であった葛西城で行われた。この時室町将軍である足利義輝から、足利将軍家の通じである義の字を返記として受け、義氏と名乗り、仮官役は外氏にあたる氏康が務めた。永禄元年4月に、義氏は葛西城を出て、古学坊としては唯一になる、鎌倉の鶴岡八幡宮に参詣し、8月には公方領国入りを果たすものの、その居城も代々の古賀城でなく、関宿城とされた。これらの新城はすべて、北条氏の政略上のものとして動かされた。義氏君として、今も愛されてるからセーフ。北条、万能武士潰すんご。足利君は特別やからセーフ。本来本家は足利じゃなくて、新田の方なのに無能すぎる。実は佐竹が着入で、竹永助という意外な事実。たがやないん。北条、足利君は Y が苦しい時に、いつも助けてくれたから筆頭御家人やで。北条、足利君は時頼様が亡くなった時に、殉死するくらいの忠臣。とにかく優遇やで。北条、足利君は源氏の嫡流だから、樹脂の下にしとこ。北条、足利君が裏切った。おしまいやね。おしまいやね。こんくらいの間柄。高氏の正室は執権北条盛時の妹やし。なんでこの時代のゲームでないんやろ。めちゃくちゃキャラ立ってる人ばっかりで面白いのに。実はいくつかあるけど、どれもこれもマイナーなんだよな。五代後のせいやろな。五代後天皇とかいう、自分の政治に絶対の疑心力。みたいなお方やからね。あの一連の政治は兼務の申請じゃなくて兼務の革命って言うべきやな。古来のやり方全部ひっくり返してるんやし。なお本人は400年前に原点回帰がびそうな模様。今日から天皇である俺が世の中の物事を決めるからよく聞け。日本全国の土地の所有権は全部白紙にして、これから俺が全部決める。大代理を新しく作るから、全国民は税金を差し出せ。俺のお気に入りは身分に関係なく取り立てる。原点回帰するどころか、正反対なんだよな。第五天皇みたいな政治したいだけやからね。死ぬまで天皇の名前決めちゃいけないのに、自分で五代五とか名乗っちゃう人やし。わい、興味本位で五代五の経歴を調べ、ドン引きする。あれ絶対年波入ってたやろ。肝心な時に、京都で女にうつつを抜かしてた吉貞さんやから、仕方ないね。こいつらって全員八幡太郎系統なん？二郎系、三郎系はおらんの？武田とか佐竹は三郎系やろ。
そうなんや。武田とか佐竹とかは、源氏では名門って聞いてたから、多能家やと思ってたら。光月の土銀は、海も満ち引き島なかったってまに、幻滅しました。足利尊氏三さんになります。丹波の山奥も大差ないんだよな。わいもご先祖様やんけ。よく知らないけど。鎌倉落としたのが先世紀。いろいろと理由があって、棟梁になれる器でなかった。なお、尊氏の嫡子の千住王に臣従する御家人ばっかりで、鎌倉陥落後、新田の屋敷に志向する御家人は、わずか12人。足利の屋敷に志向する御家人は、記録に残ってるだけで1030人。金目当てに集まってたって、はっきりわかんだね。大体足利のおかげなのに、自分の功績と勘違いしちゃったおじさん。でも実際、実力ないかって言ったらあるやろ。足利とやり合える程度には。ないぞ。足利高氏が銀刀に立つ戦は勝てないし、強奪還の時は兵士集まらないね。越前で困ってて不参加なし。一応忠義に勝ったやろ。優柔不断を対象にする方が悪い。新田のこと？優柔不断さでは足利高氏もええ勝負やぞ。ぶっちゃけ勝敗の差って、河野諸直がおるかどうかってだけやんな。足利高氏は戦はむちゃくちゃ強いけど、正義はやる気全くなくて、弟に丸投げしてたしな。高氏の後半生のぐちゃぐちゃ具合知って驚く。みんな前半の討伐、室町成立までしか知らん人多いよな。でも全体から見たら、討伐すら前半戦のハイライトかどうかってレベル。関王の上乱とかいう、ヒルドラも真っ青なドロドロ展開。正直好き。関王の上乱。関王の上乱は、南北朝時代の1349年から1352年にかけて続いた抗争で、関王年間に頂点に達した足利政権の内紛。実態は足利政権だけにとどまらず、対立する南朝と北朝、それを支持する武家や、公家と武家同士の確執なども背景とする。まあ実際、弟と諸直が日々争いなったり、孫子も目かけの子が反乱したり、上乱と言えなくもないが、ただ冬、親父を殺した高氏とかいう畜生は、見つけ次第殺す。ただ冬を忠義の後継者にして、きっちり愛情注いでれば、関王の上乱なんか起こらんかったやろうなぁ。ただ冬はむちゃくちゃ戦に強いし、義明イコール忠義、ただ冬イコール高氏な関係になったけど、高氏も嫁が決まったらしいな。てかまあ諸子やし、しゃあない。名門出身、そうつ、敵からも好かれる人望、嫌なことからすぐに逃げる、仲の良かった弟を殺す。一応名門出身、味方からあいつ殺しては兵しろと言われる人望のなさ、嫌なことに自ら突っ込んでいく容量の悪さ、敵のいい弟がいる。こんなんじゃ負けて当然なんだよな。そら燃えるわ。太平記の大河おもろいけどな。片岡鶴太郎がええ味出しとる。あれは大河ドラマ史上、一二を争う名作だと思う。三好長慶と足利尊氏は、もうちょっと手厚くドラマ化するべき。安土桃山と比べて、この二人に対する認識の薄さがやばい。新田は死に方がね。天下を分けた一方の将としては、他にこんなのおらんやろ。雑な扱いも当然よ。木曽義仲と大差ないんだよな。学習能力なさそう。日本じゃないけど、フリードリヒ一世とか。足利忠冬とかいうとんでもない有能。なぜこの人を棟梁にしなかったのか。南北朝時代ね、特に関王の上乱あたりは、フィクションなら脚本センスないって言われるくらいのカオスっぷり。いきなり河野諸直が忠義を襲い、忠義は高氏の屋敷に逃げ込み、執事が主人の屋敷を包囲する。忠義、逃げ出して越前へ、南朝に降伏。高氏追討の直を得て挙兵したら、大半の御家人が忠義につく。忠義と高氏の子供である忠冬、都市空県から九州を掌握して京に攻め上る。高氏、南朝に降伏。忠義、大義名分を失い失速する。忠義、高氏に殺されるも、高氏は完全に撃つ状態になり、忠冬を2年間放置したら忠冬が北朝に降伏。京王とされる。高氏、今度は北朝に降伏。忠冬、同様によって領土を断たれ撤退。二代将軍義明、忠冬を追撃したら逆に怒られる。高氏死去、忠冬、やる気を完全になくして頓成。関王の上乱終わる。意味わかんね。さすがに最後の方は、大河ドラマでも描けなかったよな。ドラマもグナグナになったけど、史実がグナグナやからしゃあない。まああの辺もグナグナも描いて欲しかった気もするが。忠冬は、ジップを殺すことに全てをかけてて、ジップが死んだらやる気本当になくすからね。さすが高氏の息子。大河ドラマの最後の方、何やこのクソ展開はと思ってたが、案外史実通りで笑った。忠義、
逃げ出して越前へ。南朝に降伏。高氏、南朝に降伏。これだけでも戦生える。南朝さん最後も困惑したやろな。まあ南朝の総帥も北畠近房とか言う。日本史上までに見る電波系おじさんやったから、多少はね。その電波系おじさんが書いた本のせいで、構成がややこしいことになるという。北畠近房もあの世で苦笑いやろ。さすがに、数百年後の連中まで啓蒙する気で書いたわけやなかったやろし。水戸の五郎公がリリースしたから仕方ないね。しまいには、近世昭和に入って利用する連中が現れる始末やからな。完全に呪いの書ですわ。実は、足利高氏はもともと祖師ね。その上に足利高義という嫡子がいたという事実。やたら自信がなかったり、移ったりしたのも、その辺の影響だったんかね。室町幕府ってかなりグダグダだよな。鎌倉を潰して、その後継になるはずの政権が、夢物語すぎてとしゃったからね。にゃあやっぱり鎌倉に代わる武家政権を、大義名分あやすやなまま改善して設立しろとかいう、無理難題。本当に刀持って切り合いした、直系親王ってこの辺が最後やろな。ご内護が他の子に入れ込まんかったら、南朝さん最後のワンチャンあったかな。森吉はもう金やからあかんか。将来、森吉対金吉の当該対決が起こりそうなロマン。南朝が完全に衰退してるのに、金吉親王が九州を席巻してるというわけのわからなさ。海も向こうもお墨付きやろ。やっぱ九州って海外だわ。交通発達した現代ならいざ知らず、当時は出かけるだけで数ヶ月やろ。足利高氏も九州から京に攻め上ったやんけ。足利高氏、4日で10万の兵動かして京都落とすぞ。こいつが九州で復活したのはかなりの奇跡やろ。頼朝の富士川の戦いよりよっぽど奇跡や。結局、関王の上乱は史上最大の親子喧嘩であり、兄弟喧嘩だよな。わいは、日本史上最大の兄弟喧嘩は方言の乱やと思う。方言の乱は、言うても幕内で一応決着したやん。関王の上乱は変国やからな。南北朝が好かれないのは、無能とか気違いが多すぎるせいだと思う。有能かつ聖人みたいなキャラが見当たらない。神格化されるレベルの人物がいるやんけ。あの人の最後は、不相応に活躍しすぎたせいで、時代に飲まれてしまったとしか。敵味方が入り乱れまくっとるのと、完全に無双してるチートっぽい奴がおらんからやろな。一人だけ時代が違うレベルのチートキャラおるやん。菊水の旗見せたろか。最強のチートは、北畠顕家と森吉のコンビなんだよな。こうのもろやすぶち抜いて、こうのもろなをぶち抜いて、足利高氏ぶち抜いてくんだよな。たった10日で。絶対嘘やろと思うよね。先代からあの人数と所有日数。太平記の大河は名作やけど、今放送したら絶対山クソやらマンやら言われるわ。割と女関係でグダグダしとるとこ多い。ハンガンドの来た。で、延々800ですくらい埋まると思う。同様はかっこよすぎるわ。官兵の名を言えどころじゃない人気を博すで。仕方ないね。主役級勢いの存在感だからね。ドラマの真田高氏は、終始陣内同様に圧倒されとったな。大河太平記は、伏線ほとんど回収できない未完結のヘタレ。それでも全てにおいて別格すぎるんだよな。あんなのもう二度と見れないやろ。あのドラマは主役の足利高氏が死んだところで終わるけど、実際は、その時点では世の中全然解決してへんからしゃあない。野犬義満までやりましょうね。大河太平記は根性の別れが全てやな。あれをきっちりテーマとしてやりきってるから、名作や。陣内の大河ドラマ配役。佐々木同様、末の春方、浮田直家。くせ者ばっかやんけ。伊達政宗で、豊臣秀次もやっとるで。まあこれも癖のあるキャラやけど。新田義貞は無能だけど、すごくいい人そう。足利に詳しい人がおったら教えてもらいたいんやけど、足利所流の中で、騎馬の格が高いのはなんでなん。芝みたいにもともと嫡流とかならわかるんやけど、騎馬は母方の血統もよくわからんし。芝家の方が、足利本家と戦える実力ある家柄だから、抑え込むために吉良や渋川あたりを格上扱いしたらしい。芝は途中まで足利守ってたしね。高氏とか実の息子を認知しないクズでしょ。新田は、結構人気出そうな人なんだけどな。と派手に登場して幕府倒して、最後は劣勢に立たされても忠義を貫いて廃止。義経よりかっこいいやんけ。北畠と楠木さえいなければ、ぐぬぬかな。その生き方は楠木正成の方やろな。縄とか言う、この時代にしか見ない家。耐えたんか？九州に残ってたはず。残ってなかったっけ？ほう。なんか、
戦国時代では全く目に線から細々続いたんかな。菊池やら将棋やらよう見るのに。確か戦国前期ぐらいまではいたはず。それ以降は知らん。この時代面白いんだけど、なかなか日が当たらないな。登場人物の中で、天皇が一番の気概やから、なかなかスポット当てにくいんやろな。久々に行動力のある天皇が出てきたかと思ったら、時代遅れの遺物みたいになってしまったのがな。五代五さんが、もう少しうまくやれていたらよかったんやろけど、政治センスがなかった。いかがでしたか？皆さんが思う新田義貞と比べて、違いはありましたか？今一度、新田義貞について勉強してみると、また違った発見があるかもしれませんね。ご視聴ありがとうございました。励みになりますので、チャンネル登録よろしくお願いします。